SCP-65JP 内の日本の、県、市の航空写真。アイテム番号 SCP-65JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-65JP が含まれる以下は支度をサイト、81、と指定し、民間人の立ち入りを制限します。また SCP-65JP 内の側の以下は支度は常に警備員を配置し、SCP-65JP 内の人間が規定次元に侵入することを防ぎます。SCP-65JP 内の調査は、特に SCP-65JP 内の日本が荒廃する以前の文明や統治システムに焦点を当てて行われます。以下は、市とその関連の情報の調査は現在も進行しています。説明 SCP-65JP は東京都、区の民家の2階に存在する扉から侵入することが可能な異常次元です。SCP-65JP の発見された民家には、口述する以下は、市とその家族が居住しており、SCP-65JP は異常性が発現する以前は以下は、市の部屋でした。扉を開くとまず SCP-65JP 内の同一の民家の廊下に出ます。SCP-65JP 内は規定次元と非常に似通っており、以下は市が SCP-65JP 内では誕生していなかったこと。規定次元より3年、か月ほどの地であるという際を除いて、以下は市が誕生した年、2000年までは規定次元とほぼ同様の歴史を辿っていたことが調査から判明しています。SCP-65JP 内において、最も規定次元との差異が見られるのは日本です。SCP-65JP 内の日本と規定次元の日本との大きな差異は、国土全体が荒廃しておりアメリカによる占領政策が行われている。独裁制が採用されていたという点などに見られます。SCP-65JP の日本には極めて無計画に建設されたと見られる公共設備。またそれによって発生したと見られるスラム街の形成が顕著に見られます。またテーマパーク、アミューズメントパークなどのレジャー施設の跡地などもまた国全土にわたって多く見られます。SCP-65JP 内の様々な調査により、SCP-65JP 内の日本が荒廃する以前の日本の首相は、規定次元から何らかの要因により、SCP-65JP 内へと転移したと推測される、以下は市であったことが発覚しています。なお、以下は市は2000年に行方不明者として捜索届が出されています。また以下は市は SCP-65JP 内の日本の東京都、区の、駅で死亡していることが確認されています。ほい1以下は、SCP-65JP 内の日本の民間人へのインタビューです。インタビュアースタイルズ博士。不期インタビュー対象には、記録の前にスタイルズ博士がイギリス人ジャーナリストであるという旨を伝えている。インタビュアーわざわざ、お時間を取らせて申し訳ございません。対象別に大丈夫ですよ。まあすることもないですし。インタビュアーありがとうございます。それでなのですが、以下は総理が就任した当時のことについて教えていただけますか？対象それは、周りの雰囲気とか世論とかのことですかね。インタビュアーそうですね。対象少しいいですか。しばらく沈黙する、言うとすれば、反発だとかそういうのもなく、みんな笑ってましたね、最初のうちは。というか、真に受けてる人なんていませんでした。冗談としか思えなかった。ネタバラシのようなものもなく、ただ一週間、一ヶ月と経っていきました。あの総理自体が冗談のような存在だけど、言うことも冗談みたいでしたよ。あなたも知っているでしょう？インタビュアー政治について知らない人間でも政治としておかしいものだとわかるでしょうね。対象まあ、なんていうか、うちの子供は喜んでいましたね。正確には、もう、って言った方がいいかな。まあそんなもんですよね。あっという間に国中がレジャーランドになりました。そして、あっという間に国家予算がつきました。インタビュアー事前に色々なところで日本が現在、どんな状況かは見ていましたが、本当に国中が遊園地ですね。もし、以下は総理の近くについていた人物をご存知でしたら教えていただきたいのですが。対象いや、さすがに知りませんね。それに内閣の連中は全員消えました。ほい2以下は、SCP-65JP 内の総理官邸の首相執務室にて発見された文書の転写です。
すべての文書は以下は、氏によって書かれたと見られています。2000年4月6日、今日やったこと、お父さんお母さんと喧嘩した、お家を出た、さんと約束した、明日からのことを教えてもらった、感想、今日から僕は総理大臣、お父さんもお母さんももう知らない。さんは優しいから僕を総理大臣人にしてくれるって約束してくれました。これからは、官邸、ってところに住むみたい。日記もめんどくさいけどちゃんと書きます。2000年4月7日。今日やったこと。いろんな紙に名前とハンコをした。カメラの前ではなした。いろんな人と握手した。感想、同じことばかりやらされてつまらなかった。テレビで挨拶したのはちょっと面白かったけど、真面目な話し合いは楽しくなかった。明日から、法律、を作れるのが楽しみです。2000年4月12日。今日やったこと。法律を作った。宿題をなくす、法を作った。朝は10時から起きていい、法を作った。夏休み長くする、法を作った。まだまだあるのでまた今度全部書きます。感想、たくさん法律を作った。いろいろとやることがあるからこれがちゃんと法律になるのは、もう少しかかるみたいです。よく考えたら宿題や夏休みの法律を作る必要はもうなかったと思いました。2000年7月16日。今日やったこと。ランドができたからお祝いのパーティー。ランドで遊んだ。感想。ランドはあんま面白くなかったので、さんにもっとかっこいいのを頼んだ。2000年7月19日。今日やったこと。いっぱい病院とか線路とか作ることにした。ここの近くから日本のどこにでも行けるように線路を作る。総理大臣らしいことをした。感想。さすがに楽しいことばかりだとダメだと思ったのでちゃんとお仕事をしました。頑張った。2000年10月24日、今日やったこと、の町の人たちとお話をした、の人たちにお金を払ってどう言ってもらうことにした、感想、うざいよ。2000年3月2日、今日やったこと、テレビでお話をした、さんと喧嘩した、僕の言うことを聞かせる、法を作った、感想、日本の人たちからの僕の人気がすごく下がってるらしい、楽しいのになんでかわからない、さんは、仕方ない、って言ってた。でもなんだか落ち着かないから新しい法律を作りました。2000年5月23日。今日やったこと。アメリカに怒られた。アメリカと約束をした。感想、アメリカの総理大臣大統領も僕のこと良きじゃないみたい。みんな僕のことが嫌い。2000年5月25日。今日やったこと。いろんな人と話そうとした。ここに隠れることに決めた。感想、ここの周りに人がいっぱい来ています。みんな僕と話がしたいらしい。怒ってる。隠れることにした。食べ物は大丈夫そうです。2000年1月5日。今日やったこと。ご飯を食べた。他は昨日と同じ。感想、日本の人、怒ってるらしい。どうしよう。これって僕のせい？2000年1月10日。今日やったこと。サンサンが死んだ。感想、ここの中に入ってきた入りに殺されたらしい。サンは、もうすぐ逃げた方がいい。って言ってた。僕もそう思った。2000年1月14日。今日やったこと。何もしてない。感想、